そっちに向かってるぞ。チャンスです。援護するので一気にとどめよう。屍の王リッチ？そいつが最近出没するようになったのか？ああ、町のそばにある廃墟が奴の根城だ。被害が出る前に追い払いたいんだ。なるほど。でも、訳ありというのは？依頼を仲介する紹介の間では半ば都市伝説みたいな噂なんだが、記録を遡ると屍の王はすでに滅んでるはずなんだよ。ん？でも青少女はもともと不滅だぜ。また蘇っても不思議はねえだろ。蘇ること自体はね。だが最初の討伐記録は約100年前。その半年後に別の島で再び出没。その次は10年後で、次は数ヶ月後。その後も不規則ではあるが、何十回も。100年間でそんなに？現存する記録に限っても、奴の異常性は明らかだ。記録にない討伐の可能性も含めると、ありえんほどの頻度で蘇ってるんだよ。本当かよ。例えば似てるやつが大量にいるとか。否定はできないが、様々な情報を総合すると同一個体説が有力なんだ。分かってるのは、倒せばひとまずは被害が収まること。では頼んだよ。健闘を祈ってる。とても変わった青少女みたいですね。確かに聞いたことねえな。不気味っちゃ不気味だぜ。でもまあ平気だろ。討伐記録がいっぱいあるってことは、そこまで強敵でもねえって証拠だぜ。あ、なるほどです。いっぱい倒せてるってことですもんね。わあ、オイラたちだったら楽勝だぜ。とりあえず一旦船に戻って、そいつが出てくる夜まで休憩するか。あ、ちょっと雑貨屋さんに寄りませんか？とても可愛いお店があったんです。雑貨屋か。その後は八百屋にも寄りてんな。こんにちは。確かこっちだったかな。あっちだろ。花屋を曲がったとこだぜ。ホス！あ、
あ、どうも。ちょっといいですか。さっき依頼の話が聞こえちゃって、最近廃墟に出た青少女をどうするとか。そこでちょっと相談があるというか、あれを討伐するのやめてもらえませんか。討伐をやめる？ああ、ちょっと意味わかんねえぞ。せめて理由とかねえのかよ。理由はまあ、あのボンビーは私の獲物なんで。ボンビー？ってことでやめてもらえませんか。まだ全然わかんねえよ。獲物ってまさかジョーちゃんが倒す気か？あ、まあ。仲間の人たちとかいるんですか？一人だと危険で大変だと思いますよ。あ、私ソロ戦なんで。ソロ戦？でも、私たちが一緒に戦うのもダメなんですか？ダメっていうか、教頭とかちょっと考えたことなかったかも。一緒に戦えばいろいろ楽だぜ。オイラたちは歴戦の機関士だもんよ。そういうのもありか。私がとどめさえさせれば。は？気空師？私たちは気空団なんです。船には仲間も大勢いるんですよ。はぁ。なんだ？なんか問題でもあるのか？別に。でもさ、気空団って、あれだよね。空の上で、気空艇って密室で、複数の男女が共同生活するんだよね。おう。まるでそこはパラダイス。赤い糸も絡まるラビリンス。青春よござんすね。でもな、ちょっと健全民とは組めないかも。ほう、ほう。ってことで、やっぱりやめてもらえませんか？ないな、このジョーちゃんなんかちょっと。気空師を嫌ってるんですかね。というか、健全民とか言うの嫌ってるっぽいぜ。なんか厄介になってきたな。教頭も無理だなんて。でも話せば分かり合えることも。ねえ、二人とも走るぞ。このジョーちゃんはなんか危ねえ。グランサイファーに避難だ。すみません、ごめんなさい。あ、行っちゃった。でもグランサイファーとか言った。かなり体力あるぞ。でも
本当にあとちょっとのはず。待って、ルリア、あいつこっちの行動を読んでるぞ。おつ、とどめは私が刺すって言ったよね。さあ今度こそ。ボンビー、いい加減に私のコアに帰りなさい。ですが、ボンビーは何度でも蘇るってより、そもそもまだ一度も倒せてないの。はあ、今度はどこに飛んでったんだか。なんだそりゃ、あいつは一体どういう、というか、ジョーちゃんは何者なんだ。ああ、私の名前はリッチ。リッチョって呼んでもいいよ。お？リッチさん？その名前はさっきの聖少女の。ボンビーは私の闇の力の化身。おおよそ100年前に私の力を奪って、以来ずっと意味不明に動き回ってるの。力を奪ったって、まさかジョーちゃんは聖少女なのか？めへ。100年前に何があったんですか？あの聖少女を倒せば力が戻るんですか？ああ、正直そのあたりはなんとも。まあ、事情は船で話そう。君たちのグランサイファーで。わあ、おい、なんでグランサイファーに。あいついよいよ意味わかんねえぞ。どんどん先に行っちゃいますよ。とりあえず追いかけましょうか。ほーん、ローズも懲りないね。また空の旅に出てたとか。まあいろいろあってね。リッチョはずっとボンビー狩り？100年間ずっと変わらず、私とか人間が何度も勝ったのに。拉致が開かないわね。さすが変わり者の化身というか。本体の私が悪いっていうの。でも最近分かったこともあるよ。いわゆる死んだふり。あいつは何度も蘇るってより、そもそも滅ぼせてなかったんだ。本当に？また想像以上にくせ者ね。そこまで変わった習性だと力を回収するのは本当に大変かも。本当だよ。唯一の友達は相談に行っても留守で、平和に男女共同生活を営んでてさ。語弊がすごいわね。
況報告っていうのは済んだのか。団長さんたち、リッチョの案内ありがとうね。おかげさまで積もる話ができたわ。お二人はお友達だったんですね。町で初めて会った時は驚いちゃって。えへ、ルリッチョ、ダッシュで去ってったよね。おはう、すみません。気にすることないわ、ルリアちゃん。リッチョが不審すぎるせいだもの。本当に危ねえやつに見えたぜ。というか今もちょっと思ってるぞ。さて、出航前に町で所用を済ませてくるわ。みんなはリッチョに話を聞きたいのよね。リッチョ、あんまりみんなをからかっちゃダメよ。ポス。分かってるのか分かってないのか。リッチョさん、早速ですが聞いてもいいですか。廃墟で言ってたボンビーのこと、そのうちまた会った時のために私たちもいろいろ知っておきたいので。ああ、事情を話す約束だったもんね。でもいいの？子供が知るには残酷すぎるかも。残酷？責任は負えないよ。君たちの心に一生の傷跡を残すとか。傷跡？どうする？本当に聞きたいの？おう、とりあえず、まあ、というかそんなに脅かすなよ。いいですよね。私たちもいろいろ乗り越えてきたので。覚悟はできてるみたいだね。長い話になる。あの惨劇はおおよそ100年前のこと。始まりは街角の本屋。あの日あの時あの場所でほんのわずか何か違えば、私たちは他人のままだったのだろう。でも私たちは巡り合った。まるで赤い糸が絡まったかのように。はあ、困ったわね。本棚が高すぎて届かないわ。脚立か何か探さないとダメね。でも、そんなのどこに。お客様、この本で合ってますか。あ、ええ。よかった。他に何か気になるものはありますか。気になるのは、気になるのは、また今度にするわね。今日は本当にありがとう。彼の名はジェームズ。最近この町に来たばかりの笑顔が素敵な好青年だった。何百年もの退屈に生んでいた私、本屋に勤めるほどインテリの彼、
その距離が縮まるのは至極当然だった。その話か。でもキスくらいは別にいいだろう。ダメよ、分かってジェームズ。分かるもんか。せめてもっとちゃんと理由を言えよ。付き合ってるのに理由も秘密とは。わかったよ、君は僕をもてあそんでいたんだね。畜生！ジェームズ！私は青少女、人間をはるかに超える力を持っている。私の唇は聖者を屍に変えて、いわば聖少女化させるのだ。故に一線を越えた人間関係は禁忌。ある意味で人間を愛する資格を持たず、彼の失望を恐れた私には言えなかった。朝日が昇る頃、私は町を出るため馬車に乗り込んだ。さよなら、私の最後の恋。リッチャー！ジェームズ！私は目を疑った。馬車道の先には彼が立ちふさがっていた。君を失って初めて気づいたんだ。でも私はキスさえも我慢できるか。一緒に人生を乗り越えていこう。 I love you。死に顔を見つめ、何か考える前に唇を重ねていた。I love you。
そんなのあんまりです。リッチョさんもジェームズさんもお互い本当に思い合ってたのに。ルリッチョ、リッチョさんが前に進むためにはボンビンをこのままにできません。私たちも何か協力できませんか。さっきの話を聞いて放っては。ちょっと待った、その前に聞いてもいいか。ジョーちゃんの話なんか妙だぜ。お、何ビータソ。だってキスで人間が性少女になる、そんなのさすがにありえねえだろ。あと馬車で歴史ってよ、なんかちょっと間抜けすぎねえか。兄さん、ひどいです、あんまりです。青少女は謎が多いんですよ。馬車の前に立ってたのも愛ゆえです。でもキャッキャウフフってなんだよ、その愛の思い出が曖昧っていうかさ。そういうのはだって100年前の話なので。そもそもなんでボンビーなんだ、人間だった頃の名前で呼ばねえのか。リッチョさん、思い出すと辛いの。ジェイソンのことが頭をよぎって。ジェームズだろ、ジェイソンって誰だよ。あ、うへ。ただいま、話は終わった？終わったよ、全空が泣いたね。何にも始まってねえよ、この嬢ちゃんめちゃくちゃだぜ。ちょっとリッチョ、あなたまた人間をからかってたの？いひ、ちょっと話を思っちゃったかも。でもどこまでが冗談だったんですか？ジェームズさんの存在も嘘だったり。ジェームズ？100年前リッチョを振った男のこと？なんだ？本当はジョーちゃん振られてたのか？振られたというか、彼にとってはただの本屋の常連客で、リッチョが一人で盛り上がってて。やめろ！お腹殴るぞ！ダメ！いたずらにみんなをからかった罰よ。でね、ある日その彼が結婚、その夜リッチョは絶望にもだえて。うわー、やめろよー、ローズのクソったれー。あらあら、少々お灸を据えすぎたかも。ずっと昔のことなのに心の傷が深かったんですね。まあでもリッチョの場合、恋に恋する段階というか、いわゆる思春期特有の羞恥心ね。男の名前も適当だったもんな。でもさっきのロゼッタの話だと、絶望にもだえてボンビーが出たってのか。ええ、原理はちょっとわからないけれど。そういえば団長さん、リッチョの入団希望の話は聞いた？ボンビーは全空を巡っててね、この船は都合がいいって言ってて。
さんもボンビーもこのままにできませんよね。ありがとう。後でリッチョにも伝えるわね。迷惑にならないといいけれど。